はい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ガンダ迷路続きをやっていこうと思います。さあ、前回は結構ね、ノードを、ここはバッドエンドじゃないかなと思っていたノードをどん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 下がっていきまして、60番のエンドに行ったところだったかな。はい、ですけれども、いろんなところを取り逃しているので、遡ってまた回収していこうと思います。さあ、直前の59番へ、絶望したところですね。さあ、前回はヒロインを疑っていきましたけれども、もう一つの選択肢ありましたね。これもなんかバッドエンドっぽいけれども、犯人は雪村さんとしたらどういう状況だったんでしょうか。可能性はもはや一つしかない。雪村が本当の犯人だ。私は雪村のいる3号室の方を見た。いつからだろう、雪村が姿を消したのは。ずっといないよね。雪村はまだ生きているのか。いや、そもそも雪村は本当に雪村なのだろうか。私は手を伸ばし、指先で冷たいドアノブに軽く触れ、そして強くひねった。案の定、扉には鍵がかかっていた。私はそっとノックしたが、向こう側には死んだような沈黙があるだけだった。絶望に打ちひしがれているとふと思い出した。管理者用の鍵、それは下月がベッドサイドに置いたものだった。私はすぐに部屋に戻り、鍵を見つけた。まだ鍵を手のひらにしっかりと握りしめ、慎重に雪村の部屋の前まで戻り、鍵を鍵穴に差し込んでゆっくりと回した。扉がギシギシと音を立てて開き、強烈な血の匂いが鼻をついた。まあそうだろうなとは思ってましたけどね。で、うわーってなるエンドかなと思ってたんですけれども、予想通りでしたね。これは雪村は血だまりの中に倒れていた。雪村さん。静寂を切り裂くように私の声が響く。急いで膝をつき、震える手で彼女を抱き起こした。ねえ、何があったんですか。しっかりしてください。まあ、いつやられただろうね、これね。彼女から流れる血はまだ温かかった。いや、直後か。さっきのね、他の遺体も同じぐらいだったよね、確かね。一体何があったんだ。まさか罪悪感からの自殺か。下月はどこだ。おい。焦燥感に駆られながら彼女を揺さぶったが、その目はすでに虚空を見つめていた。おい。その時、私の足に何か硬いものが触れた感触があった。無意識のうちにそこを見ると、雪村の膝があった。手を伸ばして触ってみると、異様に硬かった。ん？不自然なほどに。なんだ、膝が硬い義足？ごめん。私は急いで雪村のタイツを脱がせ、状態を確認した。義足だった。彼女の右足は義足だった。私の視線は雪村の顔と義足の間を行き来し、心の中の疑念はますます重くなった。下月が言っていた言葉が再び頭の中で鳴り響く。爆弾を持って荷物検査を通過する方法。もし爆弾が最初から荷物の中になかったとしたら。私は震える手で義足を外した。中には広い空間があり、物を収めるには十分すぎるほどだった。なんか金属探知機みたいなね、検査はなかったんですかね。まさかここに爆弾が入っていたのだろうか。いや、しかしそれでは説明がつかない点が多すぎる。それに爆弾はどうやって爆発したのだろうか。雪村が下の階に行ったことなど一度もなかったはずだ。他に何か見落としていることがあるのだろうか。急に遠くから不思議な音が聞こえてきた。その音はわずかだったが、静かな空気にさざ波を立てた。まるで遠くの鐘の音のように、はたまた宇宙の深淵からの反響のように、体の内側に
夢と現実の境目がふわりと消えたような何とも言えない感覚が広がった。私は冷たい義足をそっと置いた後、急いで外の様子を確かめることにした。部屋から一歩踏み出した瞬間、私は唖然とした。世界が目の前でねじれ歪んでいく。はじめは色彩が空間を跳ねるように舞っていたが、やがてゆっくりと消えていき、灰色の影だけが残った。そして影は飲み込まれ、底知れぬ暗闇へと変わった。なんだこれは。目を強く閉じて、これが一瞬の錯覚であることを願ったが、再び目を開けると暗闇はさらに深くなっていた。現実の境界線が静かに崩れ去っているのを感じる。振り返って雪村の部屋を見ると、そこにあるはずの空間も歪み始めていた。一体何が起こっているんだ。みんなどこにいるんだ。世界の本質とは何だ。時間とは、宇宙とは何ぞや。私の存在とは一体全体何なのか。ああ、これで終わってしまうのか。はい、エンディング達成、空間の崩壊。いや、これが終わった後、私はまた時間を逆戻りねするんじゃないかなと思うんですけれども、まあね、あの選択肢でねヒロインを選ばなければやっぱりシーンは獲得するということなんですね。はい、じゃあもう一回フローチャートを見ていきましょう。まあ必要な鍵はこちらにあったということなんですけれども、多分もうちょっと上にね、なんかバッドエンドに分岐しそうなものがいると思うので、そのあたりを忘れないうちに回収していきましょうか。はい、下月ちゃんとね休憩室でお話をしていたところまで戻ってきました。前回はね判断を下月ちゃんにね選んでもらったんですけれども、今回はちょっとね血の気多く黒川と決着をつけるなんて言ってみましょうか。下月の手から鍵を奪い取った。待って、何をするつもりですか。黒川と決着をつける。もうこれは完全に頭に血が上ってるパターンですね。衝動的にならないでください。殺人鬼と一緒にいるなんて耐えられないよ。私は下月の忠告には耳を貸さず、休憩室を勢いよく飛び出した。その勢いのまま4号室の前まで行き、鍵を使ってその扉を開けた。黒川、その立ち位置はダメですね。勢いよく部屋に足を踏み入れると、中は真っ暗だった。どうして電気がついてないんだ。電気をつけようとした瞬間、突然背後から物音がした。私は急いで振り返った。黒川だ。彼は重そうな物体を高々と掲げ、私の頭部に向けて容赦なく振り下ろした。鈍器でやられた。逃げ場はなく、その物体が容赦なく私の頭を打つ。目の前で星が散り、膝が床まで落ちた。しかし黒川は止まらず、その物体で何度も私を殴り続けた。血の赤と霜月の悲鳴に包まれながら、私の意識はぼんやりとし始めた。こんなことになるなら、ちゃんと霜月の言うことを聞いておけばよかった。はい、エンディング達成、衝動。まあね、ダメだろうなとは思っていましたが、まあそうですね、バッドエンドでございました。まあでもただ集約されるかなと思ったんですけれども、新しいバッドエンドでしたね。さて、じゃあメニューを開いていきましょうか。もう少し何かしら回収漏れはあるかな。さあ上に登っていくと54番に1個ありますね。さてじゃあここ戻っていきましょう。はい、武田さんが亡くなってるのを発見したところまで戻ってきました。前回はねちょっとねさすがに警戒心を持って死体を調べたんですけれども、またこの迂闊な主人公は黒川を探しに行こうと思います。黒川の居場所を確認する。休憩室を見回しても黒川の姿はない。くそ、一体どこにいるんだ。私は彼の部屋へと向かった。おそらく黒川が犯人だろう。どこかに集約されてそうですね、これは。身を守るために何かを持っていった方がいい。ちょっと見てみようかな。
55に入りましたね。はい、というわけでここの分岐は全部回収したかな。下っぽい雰囲気はありますね。はい、ではもうちょっと遡ってみると43番が一つ選択肢抜けてますね。行ってみましょうか。はい、一応ね、密室のトリックを解き明かした後ですね、その後に犯人が分かったっていうか慎重に行こうというか、まだ慎重派の方を言ってなかったですね。やはり慎重に行こう。犯人が素直に調べさせてくれるとは思えないし、安全策を取ろう。私はメガネをあげる。本当に確認しに行かないんですか？それに同じロットの包帯でも巻かれた厚さが全て同じとは限らない。めちゃくちゃ慎重派ですね。それはそうですね。下月はうなずいた。今は犯人に気づかれたくないんだ。それでどうするつもりですか？少し考える時間が欲しい。とりあえず縛り直してもらえる？あ、これはダメだね。それはいいですが、あまり時間に余裕はなさそうですよ。そう言うと彼女は私の手を包帯で縛り始めた。そのできれば緩めに結んでほしい。万が一の時自分でほどけるようにしておきたいんだ。さあ、これはなんか見覚えがあるぞ。ちょっとフローチャートを見ていきましょうかね。はい、あ、集約されましたね。というわけで、では次はどこを回収してないかな。いや、でも本当によくできてますね。さてさて、だいぶ前に戻るんじゃないかな、ここまで回収すると。鍵もいっぱい開いてるでしょうからね。ではちょっと初心に戻って1番から行ってみましょうか。ね、ことの始まりから最初にね、下月ちゃんにどういう風に声をかけるかのところからですね。助かったよ、本当にありがとう。助かったよ、本当にありがとう。頑張ってましたね。はい。教科書。彼女は私が手に持っていた歴史の教科書を指さした。ああ。私は少し恥ずかしくなり頭をかいた。見られてたんだ。確かに車内でずっと教科書を持ってはいた。ただバスの揺れがあまりにも激しかったから一字一句も読めはしなかった。酔うからね。しかも山道だしね。さあ、ここは必要なね、分岐だったかな。どうだろう、ちょっとフローチャート見ますね。特に何もなかったですね。はい、じゃあ4番まですっ飛ばしていきましょう。はい、はじめにね、2つ鍵がかかってて、いやー、これそのうち開くんだろうなーって言っていた分岐ですね。さあ、ここで C と D どっちを選ぼうかな。はい、C から選んでみましょうかね。ごめん、帰りたいんだ。突然目の前が真っ暗になった。無重力のような感覚に襲われ、周囲の景色が歪み始める。そして私は私から離れていった。あれ、まさか終わり？あの、どうしたんですか？そんなことではなかったね、さすがにね。下月が私の体を揺さぶり続ける。大丈夫です。私は体を起こした。私はまばらな木々の影を通して黄色く染まる夕焼け空を見上げた。なぜかわからないが、久しぶりに見たような気がして、ふとこの空が懐かしくなった。私は周囲の空気をむさぼるように吸い込んだ。まるでそれが突然消え去ってしまうのを恐れているかのように。遅れてますから、早くアイド駅で他の人たちと合流しないと。アイド駅という言葉を聞いた瞬間、私の心臓は激しく収縮した。ごめん、帰りたいんだ。私は頭をガラガラのように揺らす。え、急にどうしたんですか？下月は混乱した様子で首をかしげた。なんだか嫌な予感がするんだ。その不吉な予感はまるで触れることができるかのように強烈だった。私たちが乗ってきたバスが最終便です。最寄りの民宿まで歩いていくつもりですか？少なくとも4キロはあります。
歩くと1時間はかかりますよ。なるほど。まあそれでも死ぬよりはね。下月は顎に手を当てると言った。下月がそう言ったのを聞いて私は躊躇し始めた。すると手のひらに突然焼けるような痛みが走った。手のひらを見るとぼんやりとした肉と血の光景が脳裏に浮かび上がる。その光景は実験への参加を考え直させるには十分だった。ああ、ごめん、やっぱり私は行かない。私は立ち上がる。そして反対方向へと歩き始めた。背後から下月の声が聞こえてきた。天気予報によると今夜は雨が降るそうですよ。大丈夫だから心配しないで。手を振りながら振り返らずにその場を去った。歩いているうちに本当に空から雨粒が落ちてきた。この頃には太陽もすっかり沈んでいた。夜も更け、人通りの多い場所まではまだかなりの距離があるようだ。私の気分はどんどん悪くなっていく。幸いだったのはこの道をずっとたどればいいだけで分かれ道がないことだ。運が良ければ親切なドライバーに拾ってもらえるかもしれない。とにかく何も問題はないはずだ。この道をまっすぐ行けば。そう考えていると雨が強くなってきた。最初は小雨だったがやがて土砂降りに変わった。夜と雨と霧が絡み合い目の前の景色が霞んでいく。とにかくこの道をずっと歩けば。木の下を歩くと少しはマシかもしれない。そうは思う。実際にはただの気休めにしかならない。寒い。あまりにも寒すぎる。北海道の1月ですらこんなに寒くはない。シャツをきつく引き締めたが雨は染み込んでくる。冷たい感触が私を震え上がらせた。暖かい家、乾いた服、そして温かい夕食。想像したはいいがますます辛くなった。私は次第にイライラしてきた。なぜこんな夜に雨に打たれながら山道を歩かなければならないんだ。すると今度は私の期待に応えるように道端に建物が現れた。待てよ、あれは本当に建物か？ただの大きな石の塊じゃないのか？なんだろう。湿ったシャツで眼鏡を拭いてそれでようやくはっきりと見えた。間違いない。崩れかけてはいるがコンクリートの建物だ。建物の屋上には看板が掲げられているが何と書かれているのかは読み取れない。入り口の雑草は背が高く伸びている。誰も住んでいないようだ。少なくとも雨風をしのぐ屋根は残っている。雨宿りしようかな。だがこの建物は本当に安全なのか？崩れてくるんじゃ。でも雨の中を歩くのも同じくらいに危険だ。私は迷った。さあどうしようかな。これ雨宿りしない方がいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ道を急いでみましょうか。いや、立ち止まってはいけない。いつからあるかもわからないボロ屋だ。中に危険な野生動物が住み着いているかもしれない。やはり人の気配のある場所を探さなければ。私は歩みを早めた。雨は容赦なく降り注ぐ。だが構わない。もう少しの辛抱だ。私が道に沿って歩き続けていると突然背後から何か音がした。私は無意識に振り返ったがその音はすぐに消えてしまった。なんか幽霊感があって怖いですね。風の音と雨の音が絡み合い、それが一体何の音だったのかわからなかった。心臓が高鳴り恐怖が心に忍び込んできた。幻聴だろうか。こんな雨の降る人里離れた場所に私以外に誰がいるというのだろう。誰かいるんですか？試しに声をかけてみた。
返事はない。やはり幻聴だったのだ。なんかいるな、後ろに何かいるなあれはなんだろうな。怖がって損した。もう考えるのはやめよう。頭を振りながら道を急いだ。しかし歩き続けていると背後からまたあの音が聞こえてきた。誰かいるんですか怖いね。振り返るとその音はまた消えた。一体何なんだ。誰かが私の後をつけているのか。私は疑心暗鬼に陥り、前へ前へと足早に進んだ。だんだん緊張してきた。突如前方の視界が一列の鉄条網によって遮られた。まるで障害物だ。これは何だ。どうしてここに来た時に気づかなかったんだ。雨のカーテンがかかる中、私は鉄条網の横に置かれた看板を見た。暗くて何が書いてあるのかが読めない。携帯電話のライトをつけて照らすと、看板に書かれている文字がかろうじて確認できた。通行止めって書いてありますね。科学実験のために夜の6時から朝8時まで通行止め。ああ、じゃあ車来ないね。そこには夜6時から朝8時まで通行止めと記されている。記載されている機関名は利根地下総合科学研究所だった。つまりなんだ、今この道は封鎖されているということか。雨と土の匂いが混ざり合い、湿気と絶望が空気中に漂う中、私はその場に凍りついた。鉄条網は少し高く、登ったり飛び越えたりするのは容易ではない。それなら迂回はできるか。私は道の左右を見る。左側にはそびえ立つ岩壁があった。雨に打たれて石の表面が滑らかになっているので、おそらく登ることはできないだろう。右側にはガードレールがあり、その下にはどうやら森が広がっているようだ。しかし薄暗く雨も降っているため、森の様子はよくわからなかった。どうしようか。はい、いやもう迂回しましょうよ。もうここまで来たら突き進むがなんとなくいいような気がする。まあ落ちて死ぬエンドはありそうですけどね。今引き返せば後ろをつけてきている誰かと鉢合わせてしまうかもしれない。私は思い切ってガードレールを乗り越え、右側の森に入り、目の前の鉄条網を迂回することにした。深呼吸をして足を踏み出し、ガードレールを乗り越えようとした。初めは順調だったが、もう片方の足がガードレールを越えようとした時、突然足が空を切り、バランスを崩してしまった。予想通りかな。下は急な斜面になっていて、私はまるでボールのように転がり落ちた。恐怖のあまり周りの植物を掴もうとしたが、それらは次々とちぎれて何の助けにもならなかった。やがて私の体は冷たい川に落ちた。骨をも凍らせるような寒さが一瞬にして全身を襲う。携帯電話も手から滑り落ち、ライトが水中できらめきながらゆっくり遠くへと流れていった。必死になって岸まで泳ごうとしたが、流れの激しさと冷たさが私の体の制御権を奪ってしまった。力が少しずつ抜け、意識もぼんやりとしてきた。最後にはめまいのようなものを感じ、私の意識は真っ暗闇に沈んでいった。はい、エンディング達成。通行止め、まあガンガン進んでいったら、まあそのうち何かの足止めにね合うんじゃないかなとは思っていたんですけれども、どんな感じにねマップがなったでしょうね。さて85のエンディングかな。なのでまあいろいろこれはね他のルートに行きそうですね。まあなんとかあの建物に行かせたいんだなとは思いましたけれども、建物に進んだら何があるんでしょうね。いやそこは気になりますね。はい、というわけで今回はここまでにしようと思います。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方はぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のカンナ迷路あるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂とあっそぼー。
今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。